あ、おはようございます。私たちは普段は Airbnb ばかりを使っているのですが、まあ、最近 Airbnb もホストがたくさん増えてしまってインフレーションみたいな感じなので、まあホームアウェイにも登録してみたんですね。で、今のところホームアウェイから実際に、まあ、誰かが来てくれたってことはないんですけれども、問い合わせは2回ありました。2回といっても、もしかして同じ人たち、まあ、夫婦なのか彼氏彼女か、まあ知らん、あ、名字が同じってことは夫婦でしょうね。で、2週間ほど前に、ウクライナに住んでいる、まあ、夫婦ですよね。で、しかしその名前がどうも英語圏みたいなって言っちゃ変ですけど、英語圏の名前なんですね。プリシラ・ジャクソンとマイケル・ジャクソン、これふざけてんのかなとか思いましたけども、プリシラっていうと誰だっけ、エルビス・プレスリーのお嬢さんでしたっけ。で、マイケル・ジャクソンって言って、どうもこれウクライナの名前には思えないんだけどと思うんですよね。で、まあ、その、まあ、約2週間前にもらったメッセージでも、子供いない、ペットいない、タバコ吸う人いない、まあ、ヨーロッパの人でタバコ吸わないって珍しいですけどもね。で、クレジットカードが、確実でないから、インフォのチェック、アレンジ、支払いのアレンジをしたいので、これらの詳細を送ってください。で、これらの詳細っていうのが、フルネーム、まあ私たちのフルネーム、ビリングアドレス、電話番号、E メールアドレス、で、トータルアマウント、まあ、この人たちは1週間なんですけども、で、だけどこれは、まあ、Airbnb でも、ホームアウェイでも、まあ、皆さん、ホストも嫌がる、そしてこの会社自体も、会社自体って、Airbnb とかホームアウェイも嫌がると思うんですけど、まあ名字ですよね。フルネームってことは名前と名字で、アドレスだってまあ普通嫌がりますよね。ホストも Airbnb、 ホームアウェイ両方とも。で、電話番号も嫌がる、 E メールアドレスもまあ普通教えたから、教えようとすると Airbnb の場合キャッチしちゃって、こうバツバツバツがつきますよね。で、それを送ってくれって言うんで、まあ、2週間前にちょっとこれおかしいし、で、同じ日にち、同じ7日、1週間泊まりたいっていう人も一緒に現れて、これもしかしてドイツの人たちですか、かもしれないってことを、ホームアウェイに、まあ、メールで言って、たんですよね。そしたら、あ、こういうビリングアドレスとか聞いてくるものは、まあスキャムっていうと、まあ、詐欺でいいのかな、日本語で言うと。で、それじゃあ、じゃあマークアザースパムってやっていいですよっていうふうに言われたんですね。で、でまた今日、まあ、2週間後に今日もまあ同じことがあったので、で、今度の人もまあウクライナの人だったんですね。で、名前がマーク・ハリス、あ、マイケル・ハリスとミリアム・ハリス、また同じマイケルなんですね、名字が、あ、じゃないや、ファーストネームが同じマイケルですよね。で、名字はちょっと違うんですけど、これ、どうも英語圏の名前なんですね。ハリスっていうと、まあ、ウクライナの名前には見えない、まあ、ウクライナだとなんとかチェンコみたいな名前は
多いですよね。まあ夫婦二人で英語圏の人がそこに住んでるんだかなんだか、まあそれはいいとして、で、あのカスタマーサポート、あ、ホームアウェイがあの私に返信してくれたカスタマーサポートの E メールでは、まあマークメッセージやスパム、まあこのメッセージをスパムとして報告してもいいですよということでしたね。で、E メール、自分の E メールのところからやらないで、自分のコンピューターからやった方がいいですよ。あ、なんか喋りながら読むのって結構難しいですね。ログイントゥーアカウント、クリックインボックスアクション、マークアブアズスパム、あ、ここにあったプリーズノートのとこだ。これは大事ですよ。あなたの E メールプロバイダーの中ではこのリポートあとスパムしない方がいいですよって書いてありますね。で、私アプリを使ってしましたけどもね。で、アプリを使ってそのマークアザースパムってしましたね。で、レッドフラッグのリストを上げておきますっていうふうに書いてあって、で、まああの英語のスペルとかグラマーとか大文字小文字とか句読点がおかしいとかで、 E メールアドレスはフリーオンラインサービスって言うと、まあAOL、ホットメール、ヤフー、G メールとかそういうことですかね。で、ずいぶんたくさんのインフォメーションをくれているとかで、リリジャスフィガーって言うと牧師さんとか僧侶で、海のキャプテンってことはクルーズシップの人ですかね。で、医者とか、軍隊の将校だと名乗る人、そしてあ、第三者のための、旅行をプレゼントとして企画しているんだという人ですかね。で、あ、ちょっとこれ以上読むとすごい長くなっちゃうので、まああの名字、まあ、フルネームを知りたがるとか住所知りたがる、まあその部あの正しく、あ、きちんと予約したらそういう情報を手に入るはずなのに、あの予約する前にこういう情報、名前、住所、電話番号とかそういうの、まああのホームアウェイとか Airbnb の中のメッセージ機能を使わないで外側からやりたい、まあ、まあ、悪質でないケースであれば、まあ、要するに中間マージンを払いたくないとか、まあ、悪質だったら、まあ、家に座るとか、まあ、そういうことと思うんですけども、まあ、オーバーペイスキャムっていうのは、あ、たくさん払いますからとか、そういうことですかね。まあ、オーバーペイスキャムって、まあ、YouTube でもいろいろためになるビデオとか出てたんですけれども、まあ、そんな、あれで、まあ、ホームアウェイは、Airbnb とほぼ似てる、ホームアウェイの場合は自分でお金を回収するのかな。で、まあ、私たち Airbnb に慣れてるんですけども、Airbnb だけじゃあんまり、まあ、来てくれる人が少ない。まあ、今ちょっと冬で、そういう、まあ、旅行者が減ってるのかもしれませんけれども、まあ、ホームアウェイは使ってるホストの人もいっぱいいるんで安心してたんですけれども、まあこういう、まあ、スパム関係のことがあるのかな、あるんですかね。まあおいおい、こ
まあ、別のサイトのビデオも載せていきたいと思います。まあ、booking.com とか、そういう分ですね。では、ありがとうございました。